またさ、笑いから動画始まるよね。この間まで切っちゃったけど、そうだったよね。そうだね。よし、切り替えよう。皆さん、こんにちは。こんにちは。アリオナです。大丈夫です。ちょっと動画さ、大丈夫だよ。皆さん、こんにちは。さん、こんにちは。アリオナです。ナストです。はい。今日もナスちゃんがゲストとして来てくれたんですけれども、前回はね、ラーメン屋さんに行ってきたんですよね。とても面白いラーメン屋さんだったよね。そうそうそう、ゆずラーメンで結構皆さんからのコメントでも、あ、ゆずラーメンなんてあったんだっていうコメントもね、多くて、私もね、正直びっくりしました。ゆずラーメンっていうのが、まだね、そこまで十分に広まってないなって感じで、行ってない方はぜひ行ってみてください。そう、はい、そう、私もびっくりした。初めてその時行ったので、なんか、もうなんか面白いな。でも食べてみたら、結構よかった。もう一回行こうね。まあ、ラーメン屋さんはでも山ほどあるからね、なんかまた別のところにも行ってみたいよね。うん、いろいろ食べてみよう。まあ、ラーメンはまた必ずね、2人で別の動画でもね、ビールと一緒にお出ししたいと思うんですが、今日話したいことはとてもシンプルで、まあ、実はナスちゃんは2年ぶりだよね。そうだね、2年ぶり日本に戻りました。うん、そう。で、日本、戻ってくるまではずっとその2年間ほぼほぼベラルーシだよね。そうだよね。1回だけなんかお正月に、日本に来たことあるんだけど、1年半前。はいはいはい。それ以降はもうずっとベラルーシだったよね。はい。で、たまにロシアにも行ってたよね。ロシア、そうだね。半年前、もっと半年前以上、ロシアに1回戻ってきて、なんかいろいろ回って、実家にも寄って、またベラルーシに戻った。はい。そう、なんかコメントで時々聞くんですけど、ナスちゃんってベラルーシ人なのって。まあ、2年もね、ベラルーシにいたわけで、勘違いする方もいるようなんですけれども、何人ですか？一応ロシア人だと思うんですけど、日本にも2年間、前ね、住んでて、ベラルーシにも2年間住んでて、ちょっとなんか混ざった気がする。まあでも、一応、ロシア生まれ育ちですね。そう、ロシア生まれ育ちで、まあ、ほとんどロシアで過ごしてるから、まあ、ベラルーシはね、お仕事の事情で行ったわけだよね、確か。そうそうそう、うん、はい、そういうわけで、まあ、2年ぶりに日本に帰ってきたんですけど、私自身もね、すごい気になることがあるんですよね。まあ、私そんなにね、長い間日本離れたことなくて、去年まで2ヶ月ほど、ちょうどね、11月、12月と1月頭くらい、まあ、2ヶ月ほどロシアに帰って、また帰ってきたんですけど、まあ、2ヶ月だけでも日本を離れてしまうと、また戻ってくると、また帰ってくると、まあ、いろんな、ね、発見があるし、あ、ここいいなとか、あ、ここって面白いな、ここで不思議だなとか、まあ、いろんな気づきがあるわけで、で、2ヶ月でもね、そういう気づきが多いのに、2年も日本になかったら、まあ、きっとね、なんだろう、変化もあるだろうし、久しぶりだからなしとしても、え、これこうだったのみたいな。まあ驚くこともあれば喜ぶこともきっとあるだろうし、で今日はまあそういったようなことについてちょっと教えてほしいなって思って、はいはい、はい、何かあった？日本に来て、お、これこうだったんだみたいな、あ、これ嬉しいなとか。あ、じゃあ、まあ、いくつか、まあ、もちろんある、うん、ある。とりあえず日本を楽しみにしてたので、なんか多分日本に来てなんかいろいろ改めて、あ、これやっぱりいいなって思ったことあって、例えばサービスです。まあそれはね、結構多分いろんな外国人が言ってるんですけど、なんかまあ具体的に言うとね、この間デパートに行ったんだけど、でそのデパートにまあいろんなねお店が、まあ、あるじゃないですか。で、ちょっとびっくりしたのは、まあなんか前もそれはあったんだけど、改めてびっくりしたのは、なんか店員さんたちがなんか日本なんていうか呼びかける、なんだ、あ、なんか挨拶？ん？挨拶？あ、まあなんか、いいかな、そう、挨拶みたいな。お、虫さん？虫さん、いないよ、大丈夫よ。虫さんいないよ。いないよ。見えないのならいない。いない。まあなんかこちらご覧くださいとか声かけるんですね。で、なんでそれはびっくりしたかというと、なんかベラルーシだと、なんかデパートに入ると、大体、店員さんみんなは、なんか、携帯いじったりして、あるいはなんかイヤホンつけて、なんか映画見たりして、で、お客さんが近づかない限り、なんかあまり見ない、周りを。お客さんのことが、まあまあ、言っちゃえばどうでもいいみたいな。そう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 。まあ、近づいたら、あ、うん、
あ、まあ、どうも、そうそうそう、どうもこんにちは、なんかあのいりますか、なんか手伝いいりますか、でもそういう人もいるし、まあ、言わない人もいる。まあでもそれはなんか国際的なブランドだと、例えば化粧品のマークとか、はい、なんかそういうところは、まあ、ちゃんとしてる、うん、まあ、なんかお店に、そういう教育っていうか、うん、そういう指示を受けてるんだろうね、お客さん来たら、まあ、声対応してくださいみたいな、ね、うん、でもそういうお店じゃなければなんかちょっと、うん、物足りないなって、うん、いやなんかそれはね、ね、まあそういうご覧くださいとか言わなくても、まあ携帯いじったり、もう少し売る気を、そうそうそう、出してほしいよね。なんか私は個人的にその店員さんが携帯いじったりして、なんかこうやってね、なんで映画とか見たりして、電話で話したりしてると、なんか行きたくない、あ、なんか忙しいからちょっと邪魔したくないって感じでも日本はやっぱりね、ちゃんとサービスがあって、なんかそういうね、ご覧くださいとかで、まあ言われたら、まあ、なんかあの見る、ちょっと見るで、うん、そして、あ、なんか気になるものあったら入る、でも何言われないと普通に通るだけ、うん、あ、そうだよね、うん、そういう時結構あるよね、うん、そう、そんな感じ。それは一つ目かな、うん、それはそうだよね、多分まあロシアとか旧ソ連の国でよくあるパターンで、うん、なんかさ、もっと本当にやばいこと言うと、あの空港の職員さんとかでも携帯いじったりしてない？あ、なんかロシアとかやっぱりでしょ、なんかモスクワの空港とかでさ、うん、あのなんか検疫とか入るところなのになんか普通にスマホ見て、うんうん、多分でも、まあ、なんか毎回思うけど、うん、まあ、日本でそのサービスを提供してる側ってきっとね辛いんだと思う、うん、あの大変だと思う、もう一日中、うん、自分のことは一切考えることができなくて、もう全部お客さんのために、まあ、ベルーシとかのパターンだと逆に店員さんは、まあ、疲れないじゃない、あ、なんか家にいるみたいな、まあね、そうだね、まあ、なんか好きなドラマ見たりして、そう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 いい仕事だね、うん、お客さん来たらまあラッキーだね、そうだから、まあ、あのどっちもね、いい点と悪い点あるかと思うんだけど、うん、まあ、確かにね、そこまで差があるとびっくりするよね、そうそうそう、まあ、私は個人的に例えば携帯をいじるのは、まあ、例えば家族から連絡来たら、まあ、それは答えてもいいと思うし、うん、まあ、でもゲームやったりテレビなんかドラマ見たりするのは、うん、ちょっと、うん、まあ、デパートになるとちょっと違うよね、うん、なんかあの私もね、最近それ見たことあって地元で、うん、なんかちっちゃいコーヒー売店、うん、本当キオスクみたいなところで本当コーヒーしか売ってない、うん、コーヒーとお菓子だけ、そこもおばさんがなんかドラマ見てるのは全然気にならなかった、本当に暇だから、うん、お客さん来たらすぐに対応してくれるしすぐにやめるんだけど、一日中さ一人でちっちゃいキオスクの中にいるからいいかなって思っちゃうところもあるけど、なんかデパートは違うよね、そうだね、なんか全部並んでる、そう、高いもの並んでるし、なんかもうお客さんもずっとなんかこうやって行ったり来たりするし、うんうんうん、なんか近づきにくい、うん、わかる、なんかあのほらそれのなんかジョークあったじゃない、うん、ジョークっていうか日本だと、まあ、なんかお客様は神様みたいな、まあ、それもね、いろいろね、あの議論の余地もあるかと思うんですけど、ただまあ基本的にはお客さんを大切にする文化があって、でそれの時は逆に売る方が偉かったんですよ、うん、なんかその名残なんじゃないかなって、そうそう、だからあんたに売ってやってるんだからみたいな感謝しろよ、そうそう、いやそれなのね、まあ、昔はでも時代も違ったから、まあ、そういうこともね、うん、多分きっとね、なんていうか必然的だったんだろうけど、うん、すごい喋っちゃったね、まあこれはね、多分ロシアとかベルギーだけじゃなくて他の国の人もよく感じることだと思います、ね、うんうん、それは日本はもうやっぱりなんかおもてなしがあるから、うん、ね、うん、他には何かあった、嬉しいこととかびっくりしたこと、他にはちょっとびっくりしたことがあるんだけど、なんか私は2年しかいなくて日本には、でもその2年の中での間に2年の間になんかいろん なんかデパートと なんか建物が出てきたんですね。例えば渋谷にいたんだけど、なんか宮下パンっていうところが出てきたんですよ、はい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 、早くない？あれ早かった、2年しかいなかったのになんかこんなでっかい、うん、あのデパートができてちょっとびっくりした、うん、早い、そうそうそう早いよね、うん、あとはあの山手線には新しい駅ができた、うん、
そうそうそう、それもすっごいね、名前についてはね、いろいろ議論もあったけど、高輪ゲートウェイ、ああそう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 、カタカナが増えた。あれもびっくりした。2年前はなかったけど、もうこんなに早く作られて、うんうん、ちょっとなんか日本の日本が日 日本人が結構なんか早いスピードでなんかいろいろ建てるのはちょっとびっくりした。まあいいことだけど、なんかこんなにね、うん、早くなんかデパートもできたりして嬉しい。嬉しいけど、うんうん、なんか早い早い早い、感動しかない。それで、うん、でもすごい私もそれ分かる。めっちゃ思ったことあって、うん、なんか昔大阪に住んでる時に1年だけ住んで、まあ、その後に東京に来たんだけど、時々ね行ってたんだよね、大阪に。またちょっと久しぶりにこの場所に行ってみたいなって気持ちで行ってたんだけど、大体ねなんか 3,4 ヶ月おきに来てたんだよ。で毎回新しいものができた、なんか八百屋さんだったり本屋さん、郵便局とか、もうねすごいの。多分だから私がそれを見て、え、日本の家ってさ一晩あれば建つんじゃないみたいな。まあそれはないんでしょうけれども、きっとね、視聴者の皆さんの中にもね、建設関係の方もいるかと思うので、そういつもね、いろんな職業の方がいらっしゃるから、うん、なんかね、まあこれについて何か、なんでしょう、思うこととか知ってることがありましたら、ぜひ私たちにコメントで教えてください、うん、なんで日本はこんなに早いのかっていうのは、うん、もう不思議、うん、早すぎ。いや多分まあ私のなんていうの、仮説な意見としては、まあ、なんか真面目に、ね、仕事してるから、その真面目にちゃんと納期通りに作ってるんじゃないかな、うん、まあ、それも大きいと思うけど、うん、でもなんか納期通りに作っても多分国によっては遅い国もいっぱいあるから、なんだろうね、なんかロシアっていつも納期もあっても遅れるじゃん。納期って何って感じ。ちょっと間に合わない、間に合わない、うん、もうしょうがない。しょうがない、じゃあ頑張ろう、新しい納期、うん、立てよう。そうそう、みんな無理だと思ったら、まあ、無理をしないことが多いんだと思うよね、やっぱりみんな。なんか納期があっても、いやでも無理やろみたいなね、そういう文化はあるかなと思うけど、うん、他は他はちょっと待って、あったよ、あ、そう、あとはこの間見たことなんだけど、まあことじゃないところ、なんか傘を借りることができるところ、はいはいはい、なんか前はまああったかもしれないんだけど、私あまり見たことなくて、この間どっかのことだったか覚えてないんだけど、なんか駅のところでなんか傘が並んでいて、でなんか70円払えばなんか24時間、借りることができる、はいはいはい、それは返すときは、返す、なんか普通に返すんじゃないかな、同じところに返すときね、それとも同じ経営のところに同じ経営の別のところでもいいのか、どうなんだろうね、私は使ってないんだけど、ただ見ただけ、うん、でも、うん、なんか面白かった、はい、確かにね、ただみんななんかちゃんと返すのかなってちょっと、まあでも日本だから返してるんじゃないかなって思うけど、ああまあね、うん、なんか70円払って、あれはもしかしてそれは売り場だったのかな、え、でも70円の傘ないでしょ、いや、ね、レンタルでしょ、そっか、そうだよね、だって普通コンビニ行っても600円とかしちゃうでしょ、うん、ビニール傘が。うん、まあでもね、確かにね、あんまりないから、うん、これ結構面白くて、ロシアもね、なんかね、結構傘を買うのはちょっと大変と、なんか最近感じた、あ、それはロシアじゃなくてベルルーシだったんだけど、急にね、雨が降ってきて、ある日で、私は傘持てなくて、なんか、あ、じゃあ、なんかどっかで買おうと思って、で、日本の場合だと、なんかコンビニですぐ行けるよ、そう、すぐ行けるし、で、な、安く買えるんだよね、そういうビニール傘、うん、そう、なんか100円とか150円とかでコミニで買えない、うん、500ぐらい。2年前私はどっかで100円で買ったよ、あ、でももしかすると100円ショップあるかもしれないんだけど、あ、もしかして、そう、私ダイソーとか、うん、駅の近くにその100円ショップがあって、うんうん、私はそこで100円で買って、でかコンビニと勘違いしたかもしれない、まあでもね、500円でもね、それはそこまで高くないじゃん、まあ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  そう、うん、そうで、その日は私は傘を買おうと思って、で近くのなんかスーパーとか、まあ、なんかいろんなお店がある、うんうん、
まあデパート、デパートと言えるのかな、まあ、ショッピングモールみたいなところ、ショッピングセンターそうに入ったら、結構ね、あの傘を探したんだけど、なかなかなくて、リスして、やっと見つけたら、あれはなんか6000円してて、ちょっとまあ、じゃあ、砂糖じゃないから溶けないだろうなって思って傘なしで行った。氷でもないしね。そう。いやそう、それはね、確か私も考えたことないけど、うん、日本ってすぐ傘変えちゃうんですよ。それって意外と普通じゃないんですよね、うん、どこでも傘があって、でしかもコンビニとかってさ、雨が降るとすぐにあの入り口近くになんか取りやすいところに出してくれるでしょ、うん、そう細かいところやっぱり便利で、そう、私がずっとこっちにいるから実はもう気づいたりもしなくて、うん、そのことについては。でも確かにそう、もうこうで急に雨降っても何タクシーで避難ぐらい。そうだね、まあいいことにタクシーは安いから、そうだから私はいつもね、急に雨に降られてもタクシー呼ぶ、まあね、ローってなそう、タクシーは便利。まあでもね、あのもしそこまで遠くない距離だったら、例えば、うん、タクシーでまあなんか5分、うん、で歩いて、まあ、10分とか15分だったら、なんかタクシーはちょっと呼びにくい、私だったら、うん、まあ確かに近すぎてもね、そうだからなんか歩いていくんだけど、でも雨だったら呼んでいいと思うけどね。まあね、理解してくれると思うよ、そのドライバーさんは。あ、塗られたくないんだよ、うん、はい、他はなんかもう拷問みたいになごめんね、よかった。他はまあまあびっくりしたことじゃないんだけど、ちょっと嬉しいなと思ったことあって、それは結構まあ大したことじゃないんだけどね、あの天気に関してなんだけど。ああ天気ね、気になる。天気はね、いいねどういうこと今もいいね、青空。なんかあの晴れの日多い、うん、なんかベラルーシだと、まあ、ロシアはあの佐藤家なんだけど、あのベラルーシの場合だと、まあ、ミンスクはね、私ミンスクに住んでて、ちょっと晴れの日は少なくて、なんか雨もねよく降る、うん、なんか言われるのはあのイギリスより雨がよく降る。それ意外だよね、私も全然知らなくて。そう、私もベラルーシはねジャガイモ、アイチ、ルカシェンコあの本当に超ね、まあ一番大事な、まあ隣同士なのに、なんかそれぐらいなんだよね、イメージはね。まああとはでもそう、あれだ、あの品質すごい高いのに、あの安い服とか、まあお得な。いや服はね、あのベラルーシ製の服はめちゃくちゃの品質が高いんだけど、高い、値段も高い。そうなの？そう、意外に高い。なんか私があの自分が待ってる中で、あの一番高いコートがベルルシセイで、それぐらい高いコートにしては高くなかったから、まあもしかして日本より安いかもしれない。日本より安いかも。なんかユニクロより高い。あ、それは高品質ものなら仕方ないでしょ、まあ、なんかね、少量で作ってるものとかさ、うん、普通のなんかね、あのそういうH&Mとかそういうところより高いね、うん、でもまあわかんないけど、他のところ、日本のブランドとかと比べると安いかもしれない、うんうん、まあ、ロシアもそうだね。そう、これもロシアのブランド関係ないけど私は中国だと思う。私は多分ロシアから完全にロシアで狙ってる。あ、関係ないんだけどで、天気はじゃあ、まあ、あの単純にやっぱり晴れてる日多くて、ちょっと気分も晴れるってことだよね、うん、そう、気分も晴れるね、うん、そう、それ。そう、冬もね、やっぱり晴れるんだよね。なんか12月とかも結構晴れの日多くて、私も多分動画の中でさ話したことあるくらい、やっぱり冬、まあ、冬でも真冬でも晴れる日がやっぱたくさんあって。あ、そうね、冬のことちょっとあまり考えたくないな。日本の冬、うん、どうした？寒いじゃんまあでも確かにそうだけど、まあ晴れの日はね、うん、まあ慣れた、やっぱり長く住むと意外と慣れた。なんていうか、まああのね、私本当にあの冷え性なので、結構やっぱり手先と足先が冷えるんですよ、うんうん、冬はね本当に大変です。まあだけど、なんだろう、意外と薄着でもちゃんとね、分厚い靴下とかを履いて、でなんかそれのものを買える、あの着ると、下はなんか短パンとかでも意外といけるんですよね。でまあ暖房もかけてるんですけど、でもずっとじゃないかな。でそんなになんか昔は本当慣れなくて、あの寮に住んでる時はね、
エアコンも30度にしてたりしたやばいでしょそうにしてたりしたんですけど、今は25度ぐらいで足りるかなって感じ。あーなるほど、ね、25度でも高いって言われるかもしれないんですけど、なんか私はあのその前ね日本に住んだ時になんか冬にまああの別に夜じゃなければあのエアコンかけてたんだけど、まあ暑くなったら消してまたかけてその後は冷えたらね、うん、でも夜はかけなかった、うん、まあなんか なんで乾燥しちゃうから、まあ、なんかタイマーそうだしなんかタイマーでもいいと思う。あそうそうそうタイマーやって寝て1時間ぐらいに消えるように設定して。そうなんかタイマーについてなぜか知らなかった私。そう結構ねあるそうあるある、この間知ってた、この間知ってあのそう前回日本に来た時にお正月の時でもその前はなんかかけたかなかけてなかった、かけてなかったと思う、うん、で起きたらなんか顔がめちゃくちゃ冷たくて、もう冷凍庫にいるみたいな。あれ私はなんか まだ生きてるねよかったって感じだったそこまでそれはね相当冷えてたね部屋がそうそうそう、まあ朝はちょっと辛いよね、うん、またある。ちなみにあのオンのタイマーつけることもできるよ。オンのタイマー要はこの何時間後に ついてくださいみたいな。どっちもそうそうそう。エアコンでもエアコン私のエアコンだと多分消す方はあってつける方はないんだけど、なんかちっちゃい暖房機もあって、その暖房機だったら、うん、なんか8時間後につけてくださいってボタンがあって、それを押すと、まあ、8時間後につくわけなので、まあ、6時間後とかでもいけるんだけど、つくんだよ。ちょうど自分が起きる時間くらい前に、まあ、劣る際から起きるけどそれでまだ起きなくていい時間に起きちゃうんだけどね。まあね、私はそれについて知った後やってたけど、その最初は知らなくて、まあしょうがない。知らなければ仕方ないと思う。結構寒かった、うん、冬はまあねちょっとね、でも今いい季節だよね。梅雨だけど、梅雨の時の晴れってめっちゃ気持ちいいですよね。まあでも梅雨でも別に外はすごく暖かいから私はそんなに気にならない、うん、あのそれ雨が多くて湿度が高いことが気になること気になる人いるから、うん、まあ私はなんか前も気になったことないあまり。そっか、私昔は梅雨はなんか鬱になるねみたいなこと考えてしてたけど、大学生の時だな。あの1、2年生の時はそうずっとね、あの京葉の頭線で通学してて、結構その時期は時差が切れだったんですけど、うん、雨が多くてなんかね気分張れなかったな大学の帰りにそれがすごい思い出に残ってて、あの大学の帰りに気分が入れない日とかがね、うん、今はでも逆にね香りとかもいいし梅雨もいいなって、ね、なんかね雨降ると結構ね空気の匂いなんか香りがね、あの木の香りがすごいいい、でもそうだし、あと今日本当にねいい気温、気持ちいい。これ脱げれるんですけど、まああのはい、あの脱いでも気持ちいいです。はい。私今こんなあの格好で、全然、うん、まあなんか涼しいって感じなんけど寒くはない。うん、気持ちいいよね、肌触りが。はい、まあ、というわけで晴れる日が多いのも嬉しいポイントだよね。はい。はい、今日もね2人ともいっぱい喋りましたけれども、今日の動画はここまでになります。いかがでしたか？結構皆さんからのいろんな面白いコメント来るかと思うので楽しみにしています。はい、最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひナッシュのチャンネル登録もお願いします。あの下にリンク載せてるのでチェックしておいてください。で、私のチャンネルも登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。パカパカ。バイバイ。今日カラス聞こえたかな動画で。私聞こえなかった。私もね動画に集中しすぎて聞こえなかったけど多分入ってると思うさて収録終わったら確認してみよう。はい、ではバイバイ。バイバイ。